ジャ団長はもう本当にここ20年ぐらいずっと見続けてますけれど、とどまることがない、立ち止まるがない、ずっとずっと前進、そして右肩上がりに発展していて、もうこれは多分沖縄の全市町村が見習いたい場所になってますよねぐらい魅力満点です。北団長は、まあ、存在すら、まあ、そんなに有名ではないけど、もう知る人ぞ知る前校では理数科の皆さんがこれを主に勉強してたあ、理数科なんだ、うんうんうん、エリカに関しては3級まで取ってたな。異端長異端長やば、難しそうだけどあ、なるほどね。そう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 、でも3級でも、もう校長先生が賞状あげてたぐらいだから、全校生徒の前でよ、うん、やっぱ八丁町とは全然違う。全然違う、異端長ぐらい。異端長、もう周りの記憶で一番残ってエリカ3級異端長ってエリカ3級異端長、高校の思い出はもうそれあ、エリカ3級異端長一色なのね。そう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 はい、まあね、チャ団長っていうともう那覇に国際通りがありますけど、うん、まあ英語で言うとインターナショナルストリートかもしれないですけど、でも本当の意味でのインターナショナライズされてるの北谷町なんですよ、うん、いろんな国の方々が綺麗に共存しているのが北谷町だ、北谷町北谷町じゃ住めないよねえ、もうそもそもとするんでまあそういうことでまあアメリカの方、もちろん日本人、うちなんてね、そしてさらにもう今やいろんな国の方がいるから、まあ沖縄を代表するインターナショナライストビレッジですよね、タウンですよね、はい、それが素晴らしい。異端長は最近さデザイナーも異端長を取り入れるようになってみんな大好きビトン、うん、ビトン、あれもやっぱり異端長を取り入れて、そうそうそう、コラボして、そうそうそう、あ、気づかなかった、あ、ごめん、ちょ、遅れてる、遅れてるよそうそう、異端長とのコラボもして、うん、やっぱりそれでまた異端長が見直されてきてるんだって。あ、そうなんだ、ヨーロッパ、そう、まだ行ってきたから、行ってきたばっかだからね、異端長ちょうど見てきたところ、まだ日本に入ってきてない、まだ来てない、まだ来てない、もうちょっと待ってヨーロッパの空港の免税店ではもうあった、あったんだ、うん、異端長とビトンのコラボ本当に素敵で買いたかったんだけどさ、うん、予算がさ、予算が普通のものより3倍するのより高いわけ、やっぱ異端長とのコラボだから。なるほどね、他のコラボとはちょっと分けが全然違う、カミングスーン北谷町って実は皆さん、うん、海沿いとかね、そういうビーチエリアを想像したり、うん、あと商業エリアを想像したりすると思うんですけど、すごいのが丘の上のエリアもあって、もうビューが素晴らしいんですよね、うんうん、だから海もあり、まあ、山とまで沖縄だから行かないけれど、でも丘もあり、あ、もうどこのなんて言うんでしょう、良さも味わえたり楽しめたりするのが北谷町。もう今地価もどんどん上がってって、やっぱ一番景気がいいのが北谷町ですよね。北谷町は最近デザートにもやってて、スーツ、瀬長島の白塗りの綺麗なとこあるさ、うんうん、あっちで幸せの北谷町スイーツがやってんだ、めっちゃ別なしてるわけ、だから今日ラジオかほら、はい、大混雑してたんです。あ、もしかしてそれ幸せの異端町のためにの行列なんだ、観光客がもうすごいから。なるほどね、そうそう、だからあの辺行く方気をつけてほしい。あと予約ができないわけ。ああ、そうなんだ、どうしても並ばないといけない。インスタ映えはするしない、うん、インスタ映えめっちゃする本当に幸せの異端町瀬長島にあり絶対前に異端町させて正解だったでしょおかしい、絶対面白いと思ったんだ今日はマリさんの勝ちです。やったー、異端町勝ったよウケる、幸せの異端町ね、瀬長島のあれなんつんだったっけ、あのエリアでしょ、あの白塗りの、うん、なんだったっけ、白塗りのってすごいよね、なんかギリシャっぽいね、そう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 、うん、瀬長島、海風テラス、あ、海風テラスで幸せの異端長が今行列になってんだ、車混むからね。そうね。
ね、もうしょうがないね、それは、うん、だって異端長ぐらいになると行列できるわ。できるできる、人気だもんね、うん、いやでもまたね、異端長こんなに来るとは思わなかったから ね、 ねすごいよね、今ブームで。一時期ちょっと落ちたじゃないですか。誰も使わなくなった時期があったからね、異端長。はい、ということで、大城くるぶさん、マリが勝ちましたよ。勝ったよ、異端長。もう誰も予想しなかった異端長の勝ちです。